はい、どうも肉痛と申します。やってみましょうか。オール20ナイトメアって言うんだね。ちょっとやってみろ。やるだけな。やるだけやるぞ。最初はオールゴール巻く時間でいい。切って、確か最初10秒くらいまでは誰も来ないはずだから、こうしてこうだな。 OK、 じゃあ一回集中してやってみるわ。あ、べ、あ、そうだ、見るの忘れてた。オッケー、こっからやろう。バカ。そうだね。ちゃんとライトで確認して。下手。ぶねえ。で、バローラいるから開けらんない。うまい。いない。開けちゃったよ。こいつは放置。フレッドベアまだ。減ったマジで。やない？うわー、マジか、お前か。いや、ちょっと慣れてなさすぎるな。まあやめようやめよう。うん、分かった分かった分かった。そういう感じね。ってことで、まあ今回はね、一旦プリセットを全部終わらせ、全部って言ったらオール20も入っちゃうんだよな。まあまあ終わらせていきましょう。1個目からやろうか。左から順番にやろうか。リッスンケアフリー2。フレフォクパペバロー？まあ余裕だな。あれ？待って、フォクシーに負けたんだけど。普通にバカバカバカ。バローラどこまで引きつけていいんだろう。危ねえ、やっちゃった。バカなんじゃないのマジで。そうだ、ちょっと待って、カメラを下ろしたらドア開けるって癖やめようマジで。これチカちゃんにも同じこと言えるから。あー、今までの常識が通用しないから、これちょっと大変だな。うわー、またやられた。もう今いないの分かってたら、下げるべき。もうこの夜放置してれば終わるから言うんだけど、これバローラの仕様がね、シスターロケーションと多分、全く一緒。どういうことかっていうと、ちょ、なんつったらいいんだろうな。ちょ、あの動画見てほしいんだよな。バローラの距離を小中大って置いたときに、中の時とか小の時に間違えてドアを閉めると、バローラが一段階近づいてくる可能性がある。ドアを閉めて開けた時に多分その判定が入って一段階近づいてくるから、あんまり不用意にドアを閉めてはいけない。シスロケの復習でした。In the Darkness 2。オニチカ・フォクシー、パペット・バローラ、お前はまずくね。いや、これむずいぞ。やべ、癖で閉めちゃったし、めっちゃマウス操作ミスったし。いる。あった。オッケー、こうか。オッケーオッケーオッケー。フレッドベア分かったぞ。こういうことだな。で、これにナイトメアフレディが追加されると、数段難易度が上がるんだよね。いる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 。あいつ最後の最後で出てきやがった。危ねえ。うわマジか。いや、ちょっと待って、今の時間でボニー入ってくんのはじゃあ無理じゃん。やべ、あいつ、オッケーオッケー。最後の1回来てたな、フレッドベア。でも左は閉めっぱで、多分勝てる。フレッドベアもう5回目はないっしょ。さすがに間隔空いてないし。あとパペットとバローラだけ気をつけて。これ結構難しかったな。ちゃんと最初から最後まで喋っていながらやればよかった。次。Aged with time。カメラパカパカして遊んでればいけそうじゃね？はい、お湯。次。Are they real? ゴルフレフォンガイ
ファントム BB、ナイトメア、フレディ。これ、これ完全放置じゃね？だって、カメラ見なくていいじゃん。カメラ見ないってことは、この3体、いないも同然だから、フォンガイトの一騎打ちだ。これ、トイレ行ってくるわ。あ、終わった ?OK。何?あ、ニューバックグラウンド。背景か。あ、違う、これあれだ。カメラ映像に変わったんだ。これ多分清掃用具入れでしょ。次。ファズベアフレンジー。フレディ、ナイトメアフレディ、フレッドベアゴルフへ。これもカメラ見なくていいな。もうフレッドベアだけ見なきゃいけないから、ま、定期的にカメラを見て、終わり。うえーい、終わり終わり終わり。さよなら。はい、お次はレディースナイト。あ、これも簡単かな。ドア閉めオルゴールだっけ。はい、終わり。なんか眠くなってきたな。次、ゴールデンアワーズ。え、ゴールデンアワーズ。ゴルフレ、フレットビア、フォクシー。もうこの最強の3体。プラス、チカちゃん、BB か。まあでもなんとかなるか。うん、楽勝。シンクファースト。シンクファースト。なんだ、思考をクリアにみたいな。あー、なんか20増えてきたね。あー、20。あ、これ結構めんどくさいぞ。フォクシー監視しながらこの2人。で、ベイビー、ゴルフレの最強コンビ。あー、なるほどね。あー、一回リセットしちゃったな。チカとポニーやっぱ苦手だわ。はい。ウォッチケアフリー。あー、逆？リスンケアフリーのウォッチバージョン。まあ、こいつが10なだけまだ良心的か。あ、これ結構強いぞ。いや、パペットフォクシー20にフレットベアいるのはやばい。で、フレディもいるからドア閉めしなきゃいけないっしょ。あ、まあ、ナイトメアフレディがいないから逆にカメラを見続ける。それが適正じゃね？あ、カメラ見続けよう、これは。うわー、マジか。あー、フレーペア。いやー、来てたか。全然見てなかったわ。死んだ。オーケー。2回目でクリアはできたけど、全然バッテリー足んないな、このゲーム。やーべ。終わりじゃね？あー、ボトムシェルフがあるんだった。忘れてた。あー。ブレッドベアでカメラ見て、バローラで、あ、じゃあパペちゃんもいるじゃねえかよ。これさっきと変わんないって、さっきよりむずいじゃん。やってしまったー。あ、ちょ、熱っ。待って、やっちゃった。あ、ぶね、マイク取った。パペ。あぶね。おい、ちょっと最後の最後でヒヤヒヤさせないで。え、なんで？あ、お前そういうこともしてくんだ。せっこ。ない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 。うわ、だよな。マイク、あ、ちょ、ダイニングじゃん。あ、ダイニングじゃねえ、ホールじゃん。そしたらメインホール。バカ、邪魔だお前。魂の、お、来た。ライト連打でも消えるんだね、君たち。いやー、まあまあまあ、一回死んだか。そんなもんか。この程度か、僕の実力は。5000点しか取れねえんだ、結局。ということで、まあ絶対ダイジェストにはなってるんだけど、カップケーキチャレンジ、フレディーズサーカス、ナイトメア、まあオール20。それ以外のカスタムナイトは全てクリアしました。次回はね、自分でカスタムナイト作って遊ぼうと思います、1パートだけ。ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。さようなら。